リンゼイ・ボーンはアメリカのアルペンスキーの選手、ミネソタ州出身、2歳でスキーを始める。10歳の時にその年に行われたリレハンメルオリンピックのメダリストであるアメリカのアルペンスキー選手、ピカボストリートに出会い、彼女を目標に練習に励むようになる。1999年、イタリアでのジュニアの大会で優勝したことがきっかけで大きく躍進し、ほどなく、 ナショナルチーム入りし、翌年の2000年には16歳でワールドカップに出場するようになる。2002年オリンピック初出場となったソルトレイクシティオリンピックでは回転と複合に出場し、複合で9位となる。2003年ジュニア世界選手権の格好で銀メダルに輝く。2004年12月ワールドカップレイクルイーズ大会格好で優勝。これが ワールドカップ初めて表彰台だった。このシーズンでは他の大会でも順調に表彰台に上がる成績を残した。2005年12月、ワールドカップバルディゼール大会格好で優勝した。この時賞品としてもらった牛を換金せずに今も勝っている。このシーズン、イタリアボルミオでの世界選手権に初出場したが、思うような成績を残すことはできなかった。 2006年トリノオリンピックでは格好のレース、前日の練習中に負傷。しかしながら翌日、入院先の病院からコースに向かい、怪我を押して出場。8位となる。この出来事は人々に感銘を与え、アメリカ合衆国オリンピック精神賞を受賞した。2007年、スウェーデンオーレでの世界選手権の格好と、スーパー大回転で銀メダルに輝く。 全十字人体年山のためシーズンを早々に終えたが、この年のワールドカップの格好とスーパー大回転で3位となった。2007年9月29日、ドイツ系の元アルペンスキー選手、トーマス・ボーンと結婚。しかし、2013年1月に離婚したことを発表した。2007から2008年、2008から2009年、2009から2010年シーズンにおいて、 ワールドカップで女子の総合チャンピオンに輝いた。2010年バンクーバーオリンピックでは、直前に怪我をして出場が危ぶまれたものの、開催延期に助けられ強行出場。格好で1分44秒琉球のタイムを叩き出し金メダルを獲得した。複合では格好で全体1位のタイムを叩き出すが、回転で転倒し、無念の途中棄権となった。 その後に行われたスーパー大回転では、銅メダルとなる。大回転は転倒し途中棄権。転倒の際に、右手小指を骨折した。このオリンピックの前には、スポーツイラストレーテッド市での、美人アスリートという彼女の特徴や、話題性を際立たせた表紙や水着特集の、グラビア写真を飾ったことと収入についてなどが話題となり、野印馬的な注目をも集めた。また、 AP 通信の2010年を代表する女性アスリートでゼニアッタを抑え第1位を獲得。2010から2011年シーズンはワールドカップ総合2位と連覇は逃したものの、格好、スーパー大回転、複合の年間1位に輝いた。アルペンスキー世界選手権では格好で銀メダルを獲得した。2014から2015年シーズンは、 ワールドカップでは8勝を挙げ総合3位、格好、スーパー大回転の種目別タイトルを獲得した。アルペンスキー世界選手権では、スーパー大回転で、銅メダルを獲得した。2015から2016年シーズンは、ワールドカップで9勝を挙げるなどを好調で、スイスのララグートと総合優勝を争ったが、シーズン終盤に膝を骨折してしまい戦線離脱し、 総合2位に終わったが、格好の種目別タイトルを獲得した。2016から2017年シーズンは、ワールドカップの高速系レースの開幕直前に、練習中の点灯で右腕を骨折してしまい、復帰は1月中旬と出遅れた。アルペンスキー世界選手権では格好で、銅メダルを獲得した。2017から2018シーズンは、 ピョンチャンオリンピックにワールドカップ格好3連勝で、臨んだが、スーパー大回転6位。格好道、メダル、アルペン複合は前半格好を首位で折り返したが、後半回転で途中棄権に終わった。2017から2018シーズン終了時点で、アルペンスキーワールドカップ総合優勝4回、格好の種目別優勝8回、スーパー大回転の種目別優勝5回。 女子歴代最多の82章を記録している。ありがとうございます。